山市。それは、広島県最東部に位置し、広島県を構成する二つのエリア、安芸、備後のうちの片方である備後エリアの中心都市であり、人口約46万人を要する中核市です。その福山市に対し、広島を貶めるもの、東国の宮成彦王は、福山は岡山の経済圏である。福山はエリアとしては広島ではなく岡山。それは日常の通勤通学率や年ごとの人口動態から自明である。福山市民は岡山市内へは頻繁に買い物に行くが、広島市内へ買い物へ行くことはほとんどないなどとのたまっています。つまり福山は完全に岡山のものであると言いたいのです。確かに福山は広島市より岡山とのつながりの方が強い的な話は夢光くんも聞いたことがあります。しかし仮にも福山市は広島県です、広島市とのつながりがほとんどないなどということがあるでしょうか。いや、福山は広島岡山どっちのものか。前編。2022年5月26日夢光くんチャンネル登録者数300人達成。皆さん、チャンネル登録ありがとうございます。注意、岡山の皆様へ、この動画には岡山にとってネガティブと受け取られる可能性のある表現が含まれています。しかしそれはあくまで東国宮成彦王が言っていることの矛盾点を暴き出すことが目的で言っています。その旨ご理解いただきますようよろしくお願い申し上げます。夢光くんは岡山が大好きです。どうやらこのごたく、福山を完全に岡山のものだと吹聴し、印象づけることによって、広島市の道州制、州という地が少しでも不利になるよう持っていこうとする、東国の宮成彦王の宣伝工作、印象操作のようです。この数値をご覧ください。ご覧の通り、福山市から広島市への誘導は、バッチリあります。まずこれだけでも、福山市から広島市への誘導はほとんどない、というのは、嘘、であることがわかります。福山市から岡山市への誘導人数は、福山市から広島市への誘導人数の、約 1.25 倍程度に過ぎず、福山市から広島市への誘導人数は、福山市から岡山市への誘導人数の、約 80% に上ります。仙台の時同様、この程度の差では、福山が、完全に岡山のもの、だなどとは、到底言えません。しかし、この事実に対し、東国の宮成彦王は、往生際悪く、次のようなことを言い出しました。岡山側の数字に、岡山市の副都心である、倉敷の数字が入ってないじゃないか。おいおい、倉敷がいつ岡山市の副都心になったんだよ。というツッコミは置いておくとして、倉敷の数値を足すとこうなります。福山市から岡山市プラス倉敷市への誘導人数は、福山市から広島市への誘導人数の約 2.44 倍となり、福山市から広島市への誘導人数は、福山市から岡山市プラス倉敷市への誘導人数の約 41% となって、岡山市プラス倉敷市側の優勢が色濃くなりました。いや、今回はここまで、後編に続く。